海と日本。いらっしゃいませ、どうぞ。いかがですか。いらっしゃいませ、岩手県です。先日東京で開かれた海のごちそうフェスティバル、全国のえりすぐりの海の幸が大集合しました。なんかこの丸干しとかよくおやつとかでなんか食べたりしてたので、ちょっと懐かしいなと思って、ちょっと食べるのが楽しみです。北海道の海のごちそうはこちら、ホタテの旨味をぎゅっと凝縮した紋別産のホタテ貝柱、そして広尾塩サイダー、オーシャンブルーの美しい広尾町の海水から取った塩味がアクセントです。塩サイダーね、珍しいわよね。帰りにね、1分でも2分でもなんかちょっと珍しいのが気になるし、楽しみに来てます。他にはこんなものも。函館ブリタレカツバーガーです。近年温暖化の影響でブリの水揚げ量が増えている函館近海、馴染みがなかった魚を食べてもらいたいと新たなご当地グルメを作りました。会場では海に対する意識調査の結果も発表されました。大切な存在として 91% の人が海を認識しているということがわかると思います。海は日本人の食にとって大切な存在と 91% の人が回答。しかし海の問題を周りの人と話題にするかという質問になると、あまり話さない、あるいは全く話さないという人が合わせて 64% いました。まあ、海っていうのはその日本人の身近ではあるんですけれども、海の変化というのがなかなかこう見えづらいということもあっても話題には上がりにくいという結果が出てきております。今回のイベントは少しずつ変わっていく海の変化など、美味しい以上に知ってほしい海があるというメッセージが込められています。お家に帰ってからいろいろ、これはどこから来たんだろうか、誰がどんな思いで取ったのか、どういうその魚なのかっていうものをもう一回こう調べながらですね、あの海とこの食との関係について思いを馳せてもらえたら、あのありがたいなって思ってます。おいしいだけじゃない、海の未来を考える素敵なイベントですね。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。